はい、時刻は8時を回りまして、アメージング小座後半戦をお送りしていきます。この番組は中古新品タイヤ交換、価格なら負けません、在庫多数あり、沼商店、沖縄市久保田 1-9-30 富士店舗1階山里交差点普天間向け左カウンターでお隣同士でカラオケが楽しめるお店、カラオケスナックゆうき、沖縄市小屋 1-8-36 島袋ビル1階、ジャズが流れる落ち着いた店内で美味しい料理とお酒はいかがですか。フードバーイチャラ、沖縄市小屋 1-5-16 小座ボーリング場道向かい。お部屋の内装、クロス張り替えなどリフォームのことなら お任せください。モロミー内装、宜野湾市宜野湾 1-19-39 電話番号 090-1878-7134。 重機はもちろん重いものから何でも運びます。比嘉重機、読谷村喜納317番地、電話番号 098-958-3525。 小座の町に夜だけ現れるボーダレスバス停、今夜の最終停留所、カジュアルバーボーダレス、沖縄市上地 2-2-12 電話番号 090-4470-7225。 音楽とテレビスポーツ観戦を美味しいお酒と料理でどうぞ。ミュージック&スポーツバーサイドウェイズ、沖縄市パークアベニューパルミラ通り入り口角。県産、本土産、新鮮な海産物などを集め、オリジナルの手作り料理をご提供いたします。食いどころ飲みどころとの間、沖縄市330沿いパークアベニュー入り口近く、電話番号 098-929-3556 の提供でお送りいたします。これ、つっかえないよ。ゲストのマイクもっと上で、首から下しか映ってません。本当だ。大丈夫そう。具志堅さん、ありがとうございます。首から下しか映ってなかった。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、もうちょいでかな。あとで。あ、これナイス宣伝。あ、こっちが、こっちで映ってるみたいよ。ベリーグッド。アメージング小座一緒に言ってもらおう。はい。そしてご紹介をして、5秒前です。4-3-2-1。アメージング小座。はい、ありがとうございます。はい、アメージング小座、はい、後半の1時間はですね、はい、3時半までゲストをお迎えしてお送りしています。はい、今日はですね、春風のね、はい、お二人に来ていただいてます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、一緒にこうまったりできる感じなので、
嬉しいです。はい、はい、自己紹介をでは、はい、ではまた改めて、改めまして、はい、春風のギターと作曲してます東です。三線歌やってます日賀です。日賀久美子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。東さんと久美ちゃん来ていただいてます、はい、ありがとうございます。そしてね、今日ね、今回来ていただいたのはですね、はい、今週土曜日23日に、はい、ミュージックバー F の方でライブをね、はい、してくださる久保田武弘さんなんですね。武弘と読むみたい。ごめんなさい、はい、ですね、番組前半でですね、久保田雄大さんでね、はい、お伝えしてしまったんですが、久保田武弘さん、武弘さん、はいはい、あれですね、こちらはご紹介していただいて今回ライブという運びに、はい、そう、僕の友人がサポートギターで一緒に、うん、回ってくるんですけれども、うん、実際僕は久保田さんとは会ったことがないんですが、うん、その友人のギタリストの方から音源とかいただいて、はい、でどこかできるとこ沖縄でないかなという相談で、うん、はい、ちょうど音楽性と、はい、その F が合うんじゃないかなと思ってですね、はい、で仲間さんに相談しました、うん、なるほど。どんな感じの音楽性が合うとは、すごいテクニカルなこのギターの伴奏の上で、うん、はい、すごい爽やかなポップを歌うみたいな、うん、なんか弾き語りのちょっとイメージをちょっとこう変えさせられるというか、はい、ギターもテクニカルで歌もテクニカルな、なんかそんな感じの、うん、若い世代のフォークだなって思います、うん。はい、じゃあやっぱりね、 F の方でということはね、はい、フォーク系の、そうですね、フォー、一応フォークと認識していいんじゃないかなと思ってる、うん、はい、楽しみですね、はい、今日はね、音源を持ってきて、あれですよね、 YouTube にね、はい、いろいろね、なんかダイジェスト版が載ってたので、それを聞きながら、はい、はい、そうですね、はい、はい、ちょっと聞いてみようかな、はい、これちょっと待ってくださいね。あとですね、お友達がサポートのギターで今回も一緒にいらっしゃるんですか。神奈川にいる友達の、うん、はい、友達がサポートで2人組で来るんですけれども、うんうん、はい、それとあと沖縄でたまに F でもやってる無法者っていうグループも、うんうん、はい、もうバカテクのギターの上で歌うっていう、うん、ちょっとタイプは久保田さんは割とこうポップな感じなんですけど、うんうん、無法者はちょっとこう怒りや悲しみを込めて怒りや悲しみを込めてなんていうか、情熱的ってこと、情熱的パッションな感じ、はい、パッションな感じの、はい、この歌詞よりも指の方がたくさん動いてるんじゃないかなっていうぐらい指が動きながら、はい、歌う無法者というグループがいまして、はいはい、うん、対極な感じで対極な感じで、はい、楽しみですね、はい、じゃあ春風のお二人も東さんも久美ちゃんも楽しみな感じ。そう、僕らは今回はお客さんとして参加します。楽しみですね。じゃあちょっとね、曲の方をね持ってきていただいたので、はい、かけてみましょうね。はい、久保田武弘さん、うんうん、これ、君ばっかりけんばっか、これ曲名かな、はい、これアルバムタイトルだと思います。アルバムタイトル、はいはい、久保田武弘さんです。はい、これだよね。今聞こえてないんですか。聞こえてない。あ、そうです、そうです、そうです。メスありがとう。あ、声、音楽が聞こえてこない。外には聞こえてない。あ、カメラね。はい。あ、来た来た。夢は君との思い出ばかり、会えない日に割り現場が、心にいつも君がいてくれるからさ、追いかけっこしてトレイントレイン、風を切って走れ君の街まで、嫌いなものも好きに変え
ように軽くなってゆく悪い夢から覚めた時君がいてくれた夜は何回目だろう君の優しさが嬉しくて泣いたそんなこともあったなああ打ちつける雨の中辛い日にも楽しい日にも涙こぼれそうになって感じた僕は一人じゃないはい久保田武博さんね、はい、これあれですねアルバムのダイジェスト版という感じの、ねね、音源をね、はいはい、持ってきていただいたんですね、はい、いろいろな、ね、曲層があって、はい、って感じですね、はい、はい、ねえ、うん、なんと24歳という24歳だそうですね、ねえ、若いアーティストですね長野県出身はい長野県出身、はい、今現在は東京で活動をしているそうです、うん、じゃあ東京拠点に、ねうん今どんな活動をされているのかなねえ今、うん、今回全国ツアー47都道府県全国ツアーの、うん、今回はこう沖縄ということで、はいうんまあ、ブログ見て 今どの県にいるかは分からないんですけど、うん、ブログ見たらもう日々いろんな県を回ってライブをして回ってるみたいですね、全国回っていて、はい、で今回は沖縄にも来てくれる、はい、なので多分だいぶいろんなエネルギーをもらって熟成された状態で、うんF でのライブがなるほどあるんじゃないかなと、うん、なるほどですね、はい、ねえじゃあ、ね、元気もきっといっぱいね、はい、うんいただけるとるはずです、はいいやね、ずっと楽しみですよね、うん、ずっと、うん、まだ会ってないので、うん、今回どんな流れであそこ、はい、お友達がサポートギターで、はい、ギターの人とは僕は面識あって、うん、面識があって、うんはいで連絡が来て今回来ていただけるっていうね、はい、お友達のつながりで、はい、はい楽しみです、はいね、そんな春風さんもね、はい、ライブがありますね来月、はい、F ではい F でまたやります6月11日に春風 と、うん先ほども説明した無法者と、はい、あと金髪のちょい悪親父 の、うん、デザイナーさんのお友達がいまして、はい、その方も5、6年前からこう自分で曲を書いて歌い始めてですね、うん、で何かあるたびに一緒にこう演奏とかしてたんですけど、うん、今回水嶋さんも出ようよってことで、はい、3組でやります、はい、初めて一緒にやるの？ちょっとしたこう集まりのところで演奏することはあるんですけど、うんうんうん、イベントとして水嶋さんも一緒に組むのは今回が初めてかな前回出たあでも F では一度やりましたはい、はいうんうん、水嶋さん ね、 ね無法者と、ねはい、春風、ね、全然違うんだけど全然違います ね、でもなんかあれかなちょっと、はい、こう同じなんか激しいじゃない春風はもうすごく、ね、こうゆっくりして、はいねインストルメンタル的な曲層もあって、うんねはい、くみちゃんなの歌詞がない、はい、なんだっけあのなんていう曲あうあう言ってるやつそうそうあうあう言ってるやつなんていう曲だっけ鳥の恋色鳥の恋色、ね、鳥の恋色だっけ鳥の恋色、ねとね、その曲とかさ全然違うんだけど無法者はほらもうガーってパーカッションとオラオラして、うん、オラオラって、ね、するんだけどなんかこうあれなんだよね両方一緒に同じライブの時間内で聴いても違和感がないって不思議な感じがするのよね、うん、なんでですか割と私生活が密接だからです、ね、そういうのって出るんだよね仲良しだからやっぱそういうのもきっと出るんだよねそうですラーメン食べたくなったら大体一緒に食べに行ってるみたいな、うんねね、だからやっぱその辺のこう発調が合ってるから曲層全然違っても、うん、こう一つのライブでこうまとまる感じっていうかね、うんうん、あと誕生日が一緒なんです、ね、誰と誰が私と、うん、無法者の
ボーカルが誕生日が一緒で、うん、さらに左利きっていう共通点があって、なんか共通点があるからやっぱこう一緒にねしたりするのかな。偶然、まあ、左利きのなんか苦悩を、うんで息投合したりしてます。ドアが開けにくいとか。あ、そうだ。あと楽器もね、そうだよね。うん、小さなストレス。あとご飯食べるときにさ、左利き同士の人って考えて、とりあえず左に左に行きます、ね。行かないと右利きの人こうね、手がぶつかっちゃうとかです、ね。冷蔵庫が開けにくいとか。うん、あ、そっか。ね。でもあの僕右利きなんですけど、うん、この二人に共通するのは、うん、性格がちょっと卑屈。うんいや左利きだからなんですよ。やっぱり左利きはもうちょっとなんか心がこうねじれていくんです。そうなの？そうなの？毎回何かにこう文句を言いそうな。なぜそうなんだっていう。それってなんかこう音楽に影響ってできるかな。さあそれはどうだろう。どうでしょう、あの無法者は出てそうですね。あ、出てる感じ、はい、私の彼は左利きっていう曲がありましたが、そんなね比嘉久美子の方は、うん、多分こう心の中に押し込んだストレスを、うん、まあ美しい歌声に変えて、変えて、ああ、ナイス。悪いこと言って、悪いものを良いものに浄化しているタイプですね。あ、でもそういう浄化の仕方良くない？うん、ね、そうですね。あ、次聞くのが楽しみになってきちゃった。何が出てくるんだろうか。みんな肩が重くなって帰るみたいな。ダメだ。軽くして、ダメだ。元気を与えないとダメだ。そうだね、そうだね。ハッピー。6月の11日ですね。うん、6月11日何曜日だっけ？木曜日。木曜日。ですね、はい、6月の11日木曜日に、はい、ミュージックバー F ですね、はい、そちらで、春風のライブも予定してますのでね、はいはい、よろしくお願いします。楽しみです。春風と、無法者 と水島和則、水島さん、うん、はい、そちらの方はどんな曲を。はもうあの海大好きな北海道出身の方 で、うん、で本当にもう週に1回か2回は海に潜ってるような人で、その人が書く曲もやっぱり海がネタの曲が多くてですね、うんうん、あのすごい爽やかとかやっぱ潮風をちょっと感じる曲が多いですね、うん、はい、それは、アコースティックギターの、うん、もうこの方も弾き語り で、うん、でまた声が太くてですね、うん、なんか北海道の方独特なのか、北海道の方に会うと、うん、胸の下ら辺からズーンって低い音がこう出てるような声の人が多いんですよ。それおしゃべりしてる時も、おしゃべりしてる時も、そうすると歌う時もそういう声が、はい、ズーンと出る。水島さんの声は本当に美しいじゃなくてなんかこう太い感じで、はい、気持ちいい低音だよね。うん、声域もそんなに高くはないんですけど、うん、低く歌ってるのにスーって入ってくる、なんか声美人じゃないけど、なんていうのかな、うん、声ダンディ声、声がいいですね、うん、声イケメンっていうのが、ね、声イケメン、そうですね。え、容姿もね、もちろん容姿もイケメン、すごい、うん、ぜひぜひ、羨ましいです、うん、僕ぜひぜひ、はい、いい、どんな、うん、これも春風無法者の水島さんと、はい、それファーストステージ、セカンドステージ2セットやるんですか。いや、うん、それぞれ30分ずつぐらいですね、うん、やる感じで、はい、はい、多分スタートが9時かな、9時半かな、9時ぐらいですね、9時半ぐらいになるかもしれないです ね、6月11日、はい、春風からスタートかな、そうですね、うん、ゆるりと、うん、ゆるりと、はい、ね、じゃあこれからまたステージの構想をね、まとめて、6月の11日木曜日、ミュージックバー F で、はい、遊びに来てください、ね、はい、はい、楽しみにしています。うん、そして、はい、ね、また久保田さんの、はい、今週末話題に戻りましょう、はい、はい、先ほどお届けした、はい、久保田武宏さんの、ね、はい、アルバムの、ダイジェスト、ダイジェストを、うん、はい、うん、ね、お送りしたんですけれども、うん、この久保田武宏さんのライブがですね、はい、今週の23日土曜日にね、はい、ミュージックバー F でライブありますね、はい、はい、春風も楽しみにしているというライブです、うん、はい、23日土曜日オープンが8時半、はい、そして、ライブスタートが9時となっています、はい、ミュージックチャージの方が1500円です、はい、はい、ぜひぜひ全国のこうパワーをこう貯めながら今ね、うん、回っているそうなので、沖縄に来て
またね遊びエネルギーを、エネルギーを、はい、あの全国でもある、春風の2人も、はい、あれですよね、沖縄以外でも活動とか。そうですね、はい、ツアーっていうほどではないんですけど、うん、あのまあ 3、4日行ったり、うん、1週間行ったりとかしながら、うんうんうん、今まで東京と、うん、東京、神奈川、千葉、うん、台湾、大分、うん、かな、まだかな、うん、はい、やっぱり沖縄でやるのと、はい、こう全国他の地でやるのとって違う？この間大分でやったんですけど、うんうんうん、大分の田舎の古民家の中でやって、うん、夜まだすごい寒いんですよ。あ、まだ寒いんだ、はい、うん、で春風の曲演奏してたら体があの温まらない曲なんですよね。あ、涼しげなそう、あのこうゆったりリラックスして演奏するから夏の沖縄にぴったりだもんね。そうなんですよ、ね、あの暑いところでそうめん食べたら美味しいじゃないですか、うんうんうん、寒いところでそうめん食べたらちょっと体が冷えるなみたいな感じで演奏してたら寒くてですね、うん、どっちが、あ、お大分でやった時にお客様がじゃなくて、あ、僕らが、うんうんうん、はい、だからあの寒い土地では温まる曲をやろうってあの時に思いました、うん、あ、やっぱりそっか、自分が一番聴いてるから、はい、自分の曲でこう涼しくやってるんだね。あ、いいね。じゃあさ、夏さ、はいはい、2人でこう演奏してたら、はい、涼しいよね、逆にね、あったかいところで。いや、でもあの暑すぎるとこでも演奏してたら辛いので夏は日が落ちた後がいい。ちょうどいい、うん、あ、いいよね。そっか、じゃあ大分はさ、寒かったから、はい、弾いてるうちに寒くなっちゃう、体が温まらなくてな、うん、はい、翌日はもう真っ昼間ですごい天気良かったので、うん、あのちょうど良かったんですけど、うん、あの夜の寒い中でやるのは結構なんか厚着すればよかったね、うん、そういう、あの単なるそういう問題だったというかもしれないね。大分行く前に沖縄で海入って、うん、なんか木そのまま行っちゃったので、うん、割とあの、うん、夏気分で行ってしまった。そっかそっか、うん、あ、じゃあ服装も、あ、じゃあそういうことでしたね。薄着すぎたね、うん、あのお客様と、ね、うん、でもよかったね。雰囲気とかは、うん、いやー、すごい良かったです。やっぱり土地によって違う。全然、大分特になんかすごいね、うん、沖縄、まあなんだろうな、あの光がすごい優しいというか、なんか音が鳥の声も木々のさえずりとかも上から降ってきてる感じなんですよ、うん、で地面の方がシンとしてる感じなんですけど、沖縄はやっぱりこう地面から波の音をやら振動やらがダーって上がってきてるような感じで、うん、なんかこうエネルギーのこの来る方向がなんか違うよね、なんか違う感じがした、ね、うん、あー、なるほど、はい、うん、え、じゃあ例えばそういう違う大分とか行くとまた新しい曲ができたりとかする、うん、そうですね、 僕は大分出身で、うん、縁があって今回大分に行ったんですけど、大分の風景を思い出しながら沖縄で書いてたのが今やってる春風の曲なんですけど、うん、向こうに帰って思ったのが、うん、沖縄で書いたからできた曲だなって思って、まあ、離れて見えることってたくさんあるしね、はい、うん、あそこにずっと居続けたら全然違う音楽作ってただろうなってちょっと思いましたね、うん、帰った時に。でもそれってこう融合できるからいいよね、その大分のその、うん、ね、あの雰囲気感じと、はい、沖縄の感じと一緒にこう融合してできた音楽なのかな。じゃあ、ね、そうですね、沖縄にいながら大分を思い返したからできた曲ですね。うん、大分にいながら大分のこと感じたりとか、うん、別のこと感じてたら全然違う曲になっただろうし、うん、大分にずっと住み続けながらあの音楽活動してる、うん、あのバオバブっていうグループがいて、うんうん、やっぱその方たちの音楽を聞くと、うん、あ、この土地で生まれ育って、うん、ここで生まれた音楽だっていうのがすごくこう伝わってきましたね。そっか、それで、沖縄出身のね、久美ちゃんもまた感じるものがこうあったりするよね。なんか、なんでもう全部すごい新鮮だったんですけど、うん、ずっとやっぱ、春風の曲イコールこの大分の空気感っていうのが、うんうん、あの
言葉では聞いてたけど想像だけというかイメージだけ、うん、それがなんか体感できたことが一番、うん、すごい良かったですね。あの曲のあの部分は この空気感だったのかみたいな、勝手に自分でこう処理できたので良かったです。あ、じゃあ大分でやっても気持ちが良かったですね。なんか、うん、わけが分かったっていう、この曲の意味が分かったみたいな。じゃあまたそれを分かって今度沖縄でのライブってまたちょっと違う感じになるのかな、楽しみ。なんだろう、すごい私の中では気が楽になったというか、ね、今まではこうすっきり感みたいな、なんか、うん、考えて考えてっていうのが、うん、なんか体感したから、うん、まあ、そのままでいいやっていう、うん、なんかすごい楽になれた感じが、うんうん、あ、そっか、前はちょっと想像しながらみたいな、想像しながらところがあったけど、今回はあ、これでいいんだって確認して、なんか、うん、今度とりあえずそのまま、はい、あ、流れればいいと思います。じゃあまたあれですね、はい、どんどんこう進化をしていきながらですね、はい、ね、進化します、はい、なんかいい進化ね、こうなね、こうなんていうの、自然な進化っていうか、ね、しながら、6月1日 F のライブ、はい、その他にライブとか予定は、あ、23日の夕方5時、あ、今月ですね、久保田さんのライブの前に、はい、久保田さんと、うん、あ、そのサポートギターの方がソロギターを弾くんですけれども、うん、ソロギター、おさむさんという方のソロギターと春風で、うん、サンセットビーチの日没に合わせて3組でちょっとライブをします。じゃあその後駆けつけて、そうですね、そっち終わって駆けつけて、うん、はい、なるほど、そちらも楽しみですね。はい、はい、雨だったらやりません。あ、そっかそっか、全然ライブだからね。ちょっと明日から崩れそうな感じなんですけれども、晴れたら、ね、サンセットの時間に合わせてってことなのかな、はい、ビールを片手にステージの周りで、はい、でその後またね、はい、二次会的な盛り上がりでミュージックバー F で盛り上がっていただければと思いますね。はい、はい、はい、じゃあ楽しみにしています。23日土曜日、はい、久保田剛博さんのライブがあります。はい、ライブスタートが、9時ですね。ミュージックチャージが1500円、うん、そして、ね、今日、スタジオに来てくださった春風のお二人のライブも6月の17日、うん、木曜日、はい、予定していますので、ね、ありがとうございます。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。また来てください、ね、はい、また来ます。はい、じゃあここでね、一旦 CM に来ます。そしてCM の後はまたメンバーがスタジオに戻って皆さんのリクエストね、お届けしていきますので聞いてください。ありがとうございます。ダイジェストでよかったね。結構いい音で、ねね、音する。ありがとうございます。23日、あれでしょ、飛び入れでステージに入ったりとかするのか。でもなんか、あるかもね。1、2曲できたらね。楽しみ楽しみ。ありがとう。ありがとうございました。はい、こんにちは、またね。すごいね、YouTubeで。僕今回歌えないです。わからないどれも。なんかないか。あ、お水はあるのか。あ、僕です。そばの上だったやつでしょ。はい。そばっていうか。
スポンサーから言います。お願いします。アメージングコザ、はい、アメージングコザをお送りしております。後半戦、この番組はネマ商店、カラオケスナック勇気、フードバーイチャラ、もろみ内装、比嘉重機、カジュアルバーボーダレス、ミュージック&スポーツバーサイドウェイズ、食いどころ飲みどころトノマ、以上のスポンサーの提供で後半戦お送りしております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ただいま戻りました。おかえりなさーい。はい、Are you ready? No. 微妙な検知が書いてる。 OK はい、ね、リクエストいただいている曲なんですが、はい、早速まず、吉田拓郎さんの、はい、はい、たどり着けば、はい、これブーちゃんさん、ね、頑張ってみました。頑張ってみました。ご指名でしたが、はい、歌えませんでした。すいません。一生懸命頑張りました。怖いだから、あのね、A メロ、B メロ、C メロ、D メロまであってね、あ、難しかったです。すいません。これ来週も雨ですよね。そうです、はい、僕ちょっと頑張って覚えたいな。俺もちょっと頑張ってやってみようかな。ちょっと頑張ってみましょうか。うん、うん、ごめんなさい。せっかくのリクエストなので、うん、ね、ということで、と来週まで週やってみます、はい。こういうこともね、はい、ありますね。はい、あるよ。うん、はい、そして、はい、次は何でしたっけ、リクエストは。ミカネネからいただいてますね。ミカさんからいただいてます。はい、優しい雨、小泉今日子さんの曲です。はいはいはい。はい、あ、うん、メッセージをね、今いただきました。うん、ありがとうございます。はい、ニキティさんから、はい、久子さん、ブーちゃんさん、皆さんお元気ですか。神戸のミキティです。はい、こんばんは。ミキティさん、メッセージありがとうございます。こんばんは。今アメージングコザにハマっていますよ。嬉しいですね。ラジオじゃなくてもちゃんとユーストリームで生放送聞けるんですよね。不思議です。リクエストしたいんですが、どんなジャンルでもいいのですか。19の春、19の春が聞きたいんですが、これはブーちゃんさんが歌うのですか。できれば、お団子のお姉さまでお願いします。神戸のミキティより、はい、団子のお姉さま、ターキーさん、19の春お願いしますという、ね、メッセージが入っています。ね、ミキティさん、ありがとうございます。いつも、はい、あれん、はい、トムヒロ君が席移動したので、ちょっとね、ユーストリームの画像を直しましょうね。あ、なるほど、はい、はい、じゃあどうする、曲は、具志堅さんからいただいているのは、まあ、来週の宿題ということで、よろしくお願いします。はい、優しい雨、優しい雨は、じゃあ、ね、はい、これもね、あ、大丈夫ですか、ここだけで大丈夫ですか、ここだけここだけここだけって言っちゃった言っちゃった、はい、はい、ブーさん、どんなでしたっけ。あれ、飛んじゃったそういうこともあるよね。飛んじゃった。完全に飛びました。飛んじゃった。お疲れ様でした。はい、飛んじゃったか。完全に飛んだ。やば。どうしよう。どうしよう。そうか。違うでしょ、ね。はい、はい、みーかね、ごめんなさい、はい、お待たせしました。はい、これも、3名で一生懸命頑張って、はい、やりましたということで、うん、一番大事なとこだけお伝えしたいと思います。大丈夫だ。こんなに普通の毎日の中で出会ってしまった二人、降りしきる雨に全てを流してしまえたらいいけれど、ありがとうございました。なんかとても微妙だけど、山場だけを美味しいとこだけみたいな、凝縮してお伝え、そうそうそう、シュークリームのクリームだけを、そうです、もう皮なしでですね。一生懸命ね、一生懸命ちょっとやらさせてもらったんですが、これが生放送の怖さです。怖さですね。怖さですね。もうみんな本当にね、これね、休み時間入った瞬間、休み時間じゃないですけどね、練習入った瞬間、これは休んでたの
ね。休んでない休んでない。練習時間に。そう練習時間入った瞬間、やばい分かんねえっつって。特に僕は今日のリクエストはちょっと お手上げなものが多くて、はい、今日はキョトンです。キョトン。はい。キョトン。ね。で、うん、ミカネネごめんなさい、具志堅さんは来週、うん、これね頑 張, り、頑張ってきますので、ミカネネ頑張れなかったので、代わりに、福山雅治さんのスコールを歌いたいと思います。はい。かんちゃん。はい。さっきまでの通り雨が嘘みたいに綺麗な空、そんな風に微笑むから、いつの間にか嬉しくなるよ。ちょっと大きなあなたのシャツ、どうした袖をつまんでみた。今私恋をしている、悲しいくらいもう隠さない、この切なさはもっと一緒にいたい、二人でいたい、叶えて欲しい夏の憧れ、探してたあなただけ。汗をかいたアイスティーと撮りすぎたポーラロイド写真、あんな風にはしゃいだから、帰り道は寂しくなるよ。夕焼け染まる駅のホーム、手を振るあなた遠くなってゆく。私恋に落ちてる、苦しいくらいもう隠さない、熱いときめき、ずっと巡り合うこと夢に見てたの、分かってほしい夏の憧れ、 And I totally、So I need your love。 私恋をしている、恋に落ちてる、もう離さない熱いときめき、やっと巡り合ったの、夢に見てたの、勝めることない夏の憧れ、探してたあなただけ。はい、ミカです。ミカさんからリクエスト、メッセージです、はい、かんちゃん、はい、優しい雨、美味しいとこだけありがとう、よかった、次は全部聞きたいさ、にやり、にやりありがとうございます、頑張ります。そして、ね、ツイキャスの方でメッセージいただいてますね、うん、はい、ありがとうございます。
はい、皆さんこんばんは、はい、名古屋から拝聴しています。ありがとうございます。ありがとうございます。リクエストで、うん、急なリクエストで申し訳ありませんが、松山千春の雨の夜、うん、行けますか。そうそうそう、雨の夜題名聞いた時が分かんないです。ごめんなさい、お名前読めますか。ターキーさん見えますか。これちゃんお母さんとおっしゃるのかな、うん、ちゃんお母様ですね。ゼロさん、雨の夜、雨の夜、ウーちゃんさんが今日トントンされたらもう、あの来週ちゃんとやりますんで、雨の夜、雨の夜、雨の 夜、 雨の夜、はい、また来週も確認してください。番組を確認してください。なんか宿題だんだん増えていくね。リクエストありがとうございます。じゃあ来週も雨ですからね。そうそう、来週も雨だから。ない、はい、なので、ちゃんおかさん、来週ね、ぜひぜひお届けさせてください。お願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さっきの十九の春はもあるの？あります、うん、ありますよ。あ、じゃあ、ある、じゃあ、うん、ただ歌詞、歌詞はコードがね、うん、はい、コードどうなってる、いじってる、はい、十九の春、これはどなたの曲。これはあのね、うん、多分なんだっけ、うん、はい、原曲がねどうなるんですかね。でもなんかもう、うん、みんな歌えるような、うん、ね、民謡に民謡に近いですよ。木田さん、いや違うでしょう、ね、違うか、うん、誰だ、はい、というわけで、うん、団子のお姉様、ま、できればお願いします。滝さん、うん、はい、はい、じゃあね、ミキティさん今ですね準備をして十九、ね、はい、の春をお届けしたいと思います、はい、調整してます。団子のお姉さん、いいっすね、これあ消えちゃったこれどうなるのこれじゃあさっきの、あ、その前にあったやつ、うん、その前です、はい、あ、なんていうんですか、さっきね、うん、リクエスト他にありませんでした。あ、ラッタッチさんから、イルカさんの、そう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 、雨の物語、雨の物語、そうそうそう、クボさんが、まだ来てない、ラビスさん、あ、しますよ、あ、いらっしゃい、待ってらっしゃいます、スタジオの外に、じゃあね、ブーさんがね、はい、行け、あの行けるっていう、ね、じゃあ雨の物語、イルカさんですよね。うん、ラピス、ね、ラピスさんね、はい、今日もスタジオのね、外にあの見に来てくださってありがとうございます、ね、ありがとうございます、リクエストいただきましたのでお届けしましょう、雨の物語、はい。化粧する君のその背中がとっても小さく見えて仕方ないから僕はまだ君を愛しているんだろう、そんなことふと思いながら、窓の外は雨、雨が降ってる、物語の終わりにこんな雨の日に会い過ぎてる、誰もが物語その一ページには胸弾ませて入ってゆく、僕の部屋のドアに書かれていたはずさ、とても悲しい物語だと、窓の外は雨、あの日と同じ、肩を濡らした君がドアの向こうに立って言ったのは、窓の外は雨、雨が降ってる、幾筋もの雨が君の心の曇り、ガラスに
雨の物語、ラピさんのありがとうございます。あ、了解です。ラピさん、リクエストありがとうございました。ありがとうございます。はい、というわけで、はい、団子のお姉様ターキーさんがですね、強くなる今ね、はい、準備ができたとのことですので、行ってみよう。あ、なんかそっちあるんですか。歌詞を出していただいてるんだけど、ちっちゃい、ちっちゃい、一応どうにか、近寄ったら見えるよ。はい、キーがね、どうしたらいいんですか。だからね、私もそれをちょっとさっきから心配してる。歌はしてるんだけど、田畑よしおって書かれてるから、どうなんだろう。カポ4つぐらいつけた方がいいと思う。4つ、はい、カポ4つの C、 カポ C は、あなたに惚れたのは、それ低い、低い、ちょっと低いか、上げようか。カポ5、あ、要するにみんなで歌えばいいんじゃない。あ、そうだけどね、カバーしていただいて、はい、一応あの5にしよう。5で、5だと F だから、あのなんかすごい専門用語みたいな、やっても楽しい、楽しい、そんな音階にいっぱいなってるから。私があなたに惚れたのは、ちょうど塾の春でした。今さら離縁と言うならば、元の塾にしておくれ、元の塾にするならば、庭の枯れ木を見てごらん、枯れ木に花が咲いたなら、塾にするのも安けれど、見捨て心があるならば、早くお知らせくださいね。年も若くあるうちに、思い残すな明日の花、一銭二銭のはがきさえ、千里万里と旅をする、同じ小雑誌に住みながら、会える我が身の切なさよ。主さん主さんと呼んだとて、主さんには立派な方がある。いくら主さんと呼んだとて、一生忘れぬ片思い、奥山住まいのうぐいすは、梅の小枝で昼寝して、春が来るような夢を見て、ほけきょほけきょと泣いていた。ありがとうございます。もうなんかイエイエイ、よかった。ミキティさん大丈夫でしたかね。すみません、もうちょっとベストに、ね、神戸のミキティさんありがとうございました。リクエストね、はい、ありがとうございます。いい緊張感ですね。かなり、はい、かなりの、今日はかなりの緊張感ありますね。はい、ありがとうございます。来週もまたね、雨ですからね。来週のテーマも雨でございます。友廣君は何か準備してなかった。雨、僕はですね、今日はキョトンですよ。今日キョトンですよ。今日キョトンです。ずっと
キョトンってずっとキョトン、知らない曲ばっかり、知らない感じの感じ、はい、このね、さっきあのスタジオの外で話しても、うん、雨の歌ってたらこれもあるよねこれもあるよねって話するじゃないですか、うんうん、キョトンですちょっとわかんないですね、ちょっとわかんないですねの連続、うん、うん、珍しいよね、だっていつも、うん、いつもね、だからちょっと怖いんですよ今回、うん、だっていやこれ知らないでしょっていうの結構知ってるのよね、そうそうそう、でそれ歌えるかまたすごいなと思うんだけど、いやいやいや、今日は本当珍しいじゃない、ね、そしてそれが来週もね続く、雨が続くじゃあ晴れ男なんじゃない、そうなんですかね、雨に少し弱いのかな、ね、あ僕もね、そうそう、歌える曲がそもそもちょっと限られてきたのでちょっと小出しに、あれだよ、暗くなったらね、あの 雨の歌詳しくなるよ、あ性格暗くなったら、性格が、ね、そっちか、そうそうそう、暗い性格の問題ですか、なると、ね、うん、いや暗いと思うんですけどね、あそうなの、うん、結構暗いんだ誰か僕が、それないね、ないよね、いや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 、まあでもそんな感じでリクエストもですね、引き続きまた来週に向けてですね、受付しておりますので、ね、雨だからでね、こう憂鬱とかそういうね、やっぱイメージだけじゃなくて、こう雨を楽しむ曲とかも結構ありますね、今日前半でね、ともひろが歌ってたみたいなのもね、うん、で雨だけど楽しい感じの曲でしたよね、あのほら雨雨ふれふれ母さんがって、あ全然音痴だったね今ねあれもさ、なんかさくさん初めてじゃん、あれもさ、こう茶の目でねお迎え嬉しいなって、こう雨だから ね、あのこう迎えに来てくれて嬉しいなって曲なのでね、そんな曲もいいんじゃない、はい、ね、かな、あ、ね、ミキティさん、フルコーラスありがとうございました、リクエストするテーマはいつ決まるのですか、うん、今度はテーマに沿ってリクエストしますね、うん、ありがとうございます、はい、あのだいたいね前週に一応ですね、お伝えしたりしてるんですけれども、ね、あとですね、あとフェイスブックページですね、はいはい、もしねフェイスブックの方やられていましたら、はい、ね、英語の、はい、英語表示のアメージング講座、うん、アメージング講座で、うん、はい、検索していただければ、ね、はい、ホームページのようなものがありますので、うん、はい、あのそちら今日はこんなテーマでやってますということでね、うん、載せてますので、はい、であとですね、番組始まる前に、FM コザのホームページの方に一応アップをしています、うん、はい、はい、で、来週のテーマも雨です、雨にまつわる、歌ね、どしどしリクエストをお寄せください、来週こそ梅雨入りしてますでしょうか、はい、はい、でもね、あの今みたいにねリクエストいただけたら嬉しいですよね、嬉しいですね、はいはい、神戸のミキティさんありがとうございます、ありがとうございます、はい、そんなこんなで今日ももう、はい、エンディングのお時間です、本当だ本当だ、はい、はい、じゃあエンディングです、じゃあ最後はかぐや姫で、はい、アビーロードの街、よっしゃ違ったね、これ。はい、今週もアメージング講座をお送りしてまいりました。番組後半のこの番組は中古新品タイヤ交換、価格なら負けません。はい。もう一度スポンサーさんですね。中古新品タイヤ交換、価格なら負けません。在庫多数あり、ネマ商店。カウンターでお隣同士でカラオケが楽しめるお店、カラオケスナック勇気。ジャズが流れる落ち着いた店内で美味しい料理とお酒はいかがですか。フードバーイチャラ。お部屋の内装、クロス張り替えなどリフォームのことならお任せください。もろみ内装。重機はもちろん重いものから何でも運びます。比嘉重機。コザの街に夜だけ現れるボーダレスバス停、今夜の最終停留所。カジュアルバーボーダレス。音楽とテレビスポーツ観戦を美味しいお酒と料理でどうぞ。ミュージック&スポーツバーサイドウェイズ。県産、本土産、新鮮な海産物などを集め、オリジナルの手作り料理をご提供いたします。食いどころ飲みどころトノマ。以上のスポンサーの提供で番組後半お送りしてまいりました。また来週もラジオ聞いてください。ユーストリームご覧ください。またね。隣の二人は
ありがとうございました。お疲れ様でした。雨の夜だった？抹茶町ある。今週もリクエストありがとうございました。ありがとうございました。感謝です。なんだっけ、松山市の雨の夜。